こんにちは、いつものつうまきまきです。2日目の業務が終わったところでした。どんどん処方箋をさばいていきたいところですが、まあ解説したいことがあったらさばくのをやめて解説始めるんですけど、それでは3日目に突入です。アスピリン超養生、商品名はバイアスピリン、1日5錠という処方になっていますが、これは1日1錠飲むお薬です。ですので容量が間違っていますね。なお超養生というのは胃では溶けず小腸で溶け始めるお薬です。アスピリンは胃への負担がかかりやすいので胃で溶けないように工夫しているのです。こういったお薬は噛まずに飲み込まなければなりません。続いてはバロキサビルマルボキシル、これは商品名ゾフルーザ、いろいろと世間を騒がせたインフルエンザの新薬です。さっきのアスピリン超養生、そして今回のバロキサビルマルボキシル、どちらもササラちゃんが解説する動画を出しておりますので概要欄にリンクを貼っておきますね。まあ編集して2週間の時間を空けて投稿なので忘れてそうですけど、さてこのゾフリューザくんですが、これは1回飲むだけで治療が終わるやつです。ですので7日分も処方する必要がないのですね。投与量は年齢と体重によって変わりますが、これは合っていそうです。ということで7日分というところを疑義紹介しましょう。ちなみに今回の患者さんの名前はゾピクロンという睡眠導入剤から来てますね。フルニトラゼパム、これは睡眠導入剤です。睡眠導入剤なので寝る前に服用しなさい。ということで毎食後というのがまずおかしいです。そしてこの前にも解説しましたが、睡眠導入剤は上限量が決まっています。それに若い人と高齢者で違う上限が設定されています。フルニトラゼパムはどうでしょうか。若い人には最大で 2mg、 高齢者には 1mg ですって。この患者さんは65歳であり高齢者に該当するので 1mg が上限となります。ということで用法も用量もおかしいですね。疑義紹介をしましょう。このフルニトラゼパムというお薬、他の睡眠導入剤と違ってかなり厳しい管理をしなければならないのですが、これは単体で動画を作りたいなぁとか思っているので今回はカットです。これで3日目が終了。今日は早かったね。おやおや、これは珍しいお薬が出てきましたな。グルカゴン点鼻粉末剤、商品名はバクスミーです。グルカゴンは血糖値を上げる作用のあるホルモンです。インスリンの逆と思っていただければ。ですので、低血糖になった時に使うお薬となります。この処方は高血糖時となっているので、逆ですね。そこが違います。さてさて、このバクスミーというお薬、なぜわざわざそんな、と思う点があります。なぜわざわざ、点鼻なんでしょうか。鼻から投与しないといけない理由があるんでしょうか。それがあるのです。ということで、今回はそれについて解説していきましょう。実は、鼻というのは、お薬を体内に吸収させるのに便利な場所、というのが分かってきました。鼻の奥の粘膜は、血管とつながっていて、お薬を吸収させることができます。そして、口から飲んで小腸で吸収させるのと、ちょっと違うことが起こります。まず、普通に口から飲んで、小腸から吸収させた場合、まずは肝臓へと運ばれます。肝臓といえば余計な物質を分解する解毒の臓器と言われます。肝臓に運ばれたお薬はまず肝臓の洗礼を受けます。肝臓が門番になっているのです。特にグルカゴンのようなホルモンはほとんどこの肝臓の洗礼により消え去ってしまいます。インスリンもそうです。インスリンに注射薬しかない理由の一つがこれです。でもし鼻から吸収させた場合、この門番である肝臓を通らないんですね。ですのでグルカゴンも肝臓で代謝されず、ちゃんと血液中に入ることができます。だから鼻から投与するのです。点鼻薬なのです。この特性を利用したお薬は他にもあります。例えば、デスモプレシンというお薬の点鼻薬。これは、バソプレシンというホルモンを人工的に作り出したものですが、同じく肝臓で代謝されるため、口から飲んでも 0.2% とかしか吸収されません。これを点鼻薬にすることにより、効率よくデスモプレシンを吸収させることができるのです。すごいね、鼻って。では、今回の処方は高血糖時というのが間違っているので、それを疑義紹介します。ナルメフェン、これはセリンクロという商品名のお薬です。
アルコール依存症の治療薬です。これは飲酒をする1時間ぐらい前に服用するというお薬ですので、1日3回毎食後という用法は間違っております。そしてこのお薬がなぜアルコール依存症に効くのか、それはよく分かっていないのでした。では1日3回という点を疑義紹介。サナクターゼ、これは商品名はエクセラーゼだっけ。エクセラーゼはいろんな消化酵素を配合したお薬です。ということで、胃がもたれるとか消化不良によって起こるいろんな症状を改善します。これは1回1錠を1日3回食直後に服用です。ということで、特に問題はなさそうですね。一応添付文書も確認しましたが大丈夫そうです。健康被害は処方箋の間違いが原因なのだろうか。そりゃあんな処方箋が出されまくってたら健康被害も起こりますわ。ミルタザピンはリフレックスという商品名の抗うつ薬です。だいたい 15mg を投与する場合が多いですが、30mg に増量することも可能です。今回は初回じゃなくて継続中の処方のようなので、量は30でも大丈夫でしょう。用法も就寝前の服用で問題ありません。この処方も多分大丈夫そうかな。添付文書も確認だ。うん、問題はなし。お薬手帳、併用薬は特に問題なし。ということで、そのまま調剤いたしましょう。と、そんなところで、今回はここまでにします。もしよかったら、いいねとか、フォローとか、していってくださいね。ではでは、See you!